ラムセス6世、エジプト第二十王朝のファラオ。ネブマートラーメリアメン・ラムセス6世。経歴は、特筆されるものはないが、王朝史として俯瞰すると衰退期に当たる。彼は新王国時代のファラオとしては、市内半島でその名前の掘られた遺物が見つかっている、最後の王で、彼の時代にエジプトは、ナイルデルタイ島の領土をすべて喪失したと考えられる。 スタンカーメンの隣に位置する第9号帽。おいで先王であるラムセス5世の墓を拡張して作られていることが先代の王の名を書き換えた後から確認されている。墓を流用した経緯は謎である。しかし、ラムセス5世の葬儀と埋蔵がラムセス6世の即位2年目に行われたとする記録があり、このことからラムセス6世がクーデターによって 先代の王から王位を散脱し、用意されていた王房も奪ったとする説もある。墓は、通路から広間にかけて、神々と王の姿などが、洞窟の書などとして描かれ、美術的価値の高さから非常に人気の高い墳墓となっている。しかし、国力が衰えつつある時代に見合わぬ、過敏な装飾の施された、この墓は、一部の研究者は、 ラムセス6世が政治を顧みずに自身の墓の装飾に勢力を注いだ暗君だった証拠と捉えている。洞窟者に破壊されたラムセス6世の石棺は修復復元され2004年に公開されたラムセス6世のミイラの顔はイギリスの大英博物館に所蔵されている2020年エジプト政府観光局は ラムセス6世の墳墓の内部の 3D をオンライン公開した。ありがとうございます。